もういよいよですからね。さあやってまいりました、展望室に向けての渦の道。スリップ注意、ジャンプ禁止。さあもう少しで展望室です。水面には、渦潮を見る船も見かけられます。あらまあ、渦の道海面まで45メーター。あそこに渦が見えるのかな。見えているような見えていないような、あちらの方にも、展望室がある。今はじゃあ渦はどちら側に？満潮時刻だったらこっちですね。こっち。中洲を。さあどうだ。見ましょう、見てみましょう。おお、多分。行きながら渦を巻くと、まあ、いずれにせよあの潮の流れがダイナミック、ダイナミック。失礼しました。じゃあちょっとその辺に腰掛けましょうかね。ここが先端ですね多分。瀬戸内海側、ここから見えるかな。じゃあ失礼して、はい、どうも、よいしょっと、とりあえず、気をつけてね、下。はい。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。え？ジャンプ禁止。はい、そんなわけで、やってきました。徳島県。連絡をいただいて改めまして。はい。藤本です。最初は、ね、日本語を出してということで伺いましたけども、まあ僕らの場合人知らず、いろんな国の旅行者を受け入れていて、なんていうんだろう、どっか接点がねできたらいいなと思って、先ほどちょっと話をしてて、四国っていうのはお遍路の、文化があって、お遍路さんの人たちを、お世話したいんですよね。
のがお接待さん。そうです、お接待さん、さん、お接待、お接待、お接待、はい、お接待って実際何、実際やられてる人ってまだいるんですか。はい、たくさんいます。私もしてます。そうなんだ。具体的に何するんですか。ジュース買ってあります。おー、すごい。積むみたいな、それがもう元々の文化みたいな。そうですね。なんかお茶とかじゃん。そうです、お茶とか本来だったら食べ物とか、はい、どうですかって聞くのが本当なんですけど、はい、高速道路のパーキングで出会ったりするんで、さすがにそんな人たちはエッチハイクで行かれたりしてる人もいらっしゃって、なるほど。それでちょっとジュースいかがですかみたいな感じで言ったら、じゃあでオロナミンCを大体リクエストされます。そうそう、でね、ちょっとさっきも話しましたけど、僕もちょっといろんな旅行者と、いつもこう触れ合ったりとか、お世話っていうか一緒に旅をしたりねしてるんで、それがこうその四国のお接待という形でできてもいいんじゃないかなって思うんですね。だからその元々文化として接待ありますけど、その例えばホームページとかで英語のねサイトとかを作ってその紹介していったりとかすれば、すごい興味を持つ人もいるだろうし、それについてただ紹介するだけじゃなくて、具体的に私のところに連絡ください。でそうすればまあ何て言うんだろう、まあ、何かしらのそのまあ、そう手伝ってくださいとかってことがあるでしょうから、それをこうサポートしてあげるようなことができれば、すごいその興味を持っている外国の人たちもいいんじゃないかなと思うんで、やってみませんか。やってみたいですね。やってみましょう。やってみましょう。OSETTAI お接待。そう、2011年、21世紀 の、はい、お接待を、はい、こう、まあ、僕ら、はい、まあ、何ですか、コラボレーションしながら、あ、全然構わないです、全然構わないです、いいんです、お接待をできたらいいんじゃないかなと思いますね。これ、パッと聞くとわけわかんないかもしれないけど、これ、俺めちゃめちゃいい案だと思うんだよね。だから四国の人にとっては、そのお遍路さんとお接待っていうのは、セットというよりは、みんなよく知ってることだから、この、言ってみれば、その、それ四国だけじゃなくて、日本全国でも、ある意味、ムーブメント、まあ、おもてなしって言われるんで、おもてなし、だからそれをお接待という言葉で、日本全国に、世界に広げていってもいいんじゃないか。それこそ、だって、ほら、あれ藤本さん、いろんな国に行ってみたいって、そう、だからお接待マスターになるといや、ほんのね、じゃあ私が今度お接待を教えますって、例えばインドネシア行ったり、そのインド行ったり、てかもっと自分が行きたい国に行って、そのお接待はこうしますっていうので、こういろいろいいね、それで自分がだからそう、お金とかじゃなくて世界中にそこに暮らす、まさに藤本さんが考えてた夢の暮らし、そうですね、世界中でお接待する、だからそれは別に日本語教師に限らなくてもいいんじゃないかなって、まあそう思ったわけで、こうやって藤本さんとお会いできたおかげで新たなアイディアが生まれました。生まれました、やったレッツお接待行ってみよう、はい、ということでまたね、はい。